1986年8月に公開された松竹製作の日本映画、山田洋次監督作品。映画の続編として、同年12月に初演、刊行された井上久志の儀曲も同名であるが、ストーリーは異なる推理劇である。松竹大船撮影所50周年記念作品。この映画製作の契機としては、松竹映画の象徴である、 か田た更新曲というタイトルの映画をライバル会社である東映出身の深作金次が東映京都撮影所で撮ったことを野村義太郎プロデューサーが無念に思い、松竹内部の人間で過去の松竹映画撮影所を映画化したいという思いがあったという。また、1971年8月の第9作、男は辛いよ柴又墓場以降、ボンクレで、 年2回制作されていた、男は辛いよも、こういった経緯により、1986年の夏は制作が見送られた。これにより、14年間続いた同シリーズの盆、正月興行は中断し、翌1987年と1989年には蘇ったものの、それが最後となる。厚みにとっては、男は辛いよ、以外の最後の主演映画である。 厚みがシリーズ開始後に主演した映画は、他に、喜劇男は、愛嬌と、ああ声なき友のみである。舞台は、松竹が、撮影所を大船に移転する直前の1934年頃の、松竹鎌田撮影所。木戸志郎所長以下、若き日の斎藤寅次郎、島津康次郎、小津康次郎、清水宏志ら気鋭の監督たちが腕を競い、 田中絹代がスターへの階段を登りかけた黄金期である。この時代の映画人たちをモデルにして書かれた脚本には、井上久志、山田大地も参加した。また、浅草の映画館の売り子から、スター女優になる主役の田中小春役を、藤谷美和子が降板したため、役モデルと同様に新人の有森成美が抜擢されて話題になった。浅草の帝国館で売り子をしている。 田中小春は、旅回りの役者だった父木八と二人で長屋で暮らしていた。ある日、小畜の小倉監督の目に留まり、鎌田撮影所を訪れたところ、いきなり早くに借り出された。しかし、その演技がうまくいかず落胆して、父の下へ帰る。そんな小春を女監督の島田が迎えに来たことから、気を取り直して撮影所に就職することになり、大部屋女優として出発する。 その一方、小春は熱心に映画を語る島田に徐々に惹かれていく。翌年、小春は大作、浮草の主役に抜擢される。壁にぶつかり返ってきた小春に木八は一座の看板女優だった母との恋愛話を語って励ます。そのことがきっかけで撮影は成功し、映画は完成する。一方、木八は、雪、三つと共に、帝国館に浮草を見に行き、 娘の姿をスクリーンで見ながら静かに息を引き取る。島田と小倉監督は、鎌田祭りで、鎌田更新曲を歌う小春を見ながら木八の不法を受け、小倉は、娘の晴れ姿を見ながら死んだか、旅役者のお父っつんはとつぶやく。特別出演、井上久志により、映画版の続編として執筆され、井上の演出により1986年12月5日に、 東京、日生劇場にて、初演。12月25日に、文芸春秋より刊行された。映画版から設定のみを引き継ぎ、舞台上で起きた殺人事件をめぐる新たな推理劇となっている。2011年9月には、小松座第95回公演として25年ぶりに再演された。昭和10年、女優、松市恵子が謎めいた死から1年。 築地東京劇場に集められた4人のスター女優たち。4人のうちに犯人がいるのか。映画、諏訪峠集められたと思っていたら、舞台、ブタ物語の再演話だった。舞台女優に、月物の暴行炎などの病気自慢が始まる。シエコは、ブタ物語の稽古中に頓死していた。死後見つかった日記には、私は、KT に殺されると書かれてあった。 万年下積みの老俳優を刑事役に仕立て、真犯人追求劇、豚草物語の幕が上がる。ありがとうございます。